スターフォースはこれですよね。で、スターソルジャーがこれか。スターファイターか。やってみましょうか。スターファイターか。タイトルがもう変わってるもんね。いや、今回はシューティングスペシャルですね。はい、これ待っとかなきゃいけないんですね。つうことは、まあいいや、とりあえずね。X68K4。これ、ハドソンって書いてないですね。うん、ファウって書いてある。これ、オシッパでもいけるけど、ちょっとでも弱いな、連打がね。自分で連打した方がいいみたいですね。つうか、これ、最初からでもこのパワーアップの曲になってるやん、よう考えたら。通常の曲はね、ダッタラーン、ダッタラーン、ダッタラーンっていうのがね、通常の曲なんですけども、これパワーアップの曲になってる、最初から。これはもうね、パワーアップ状態ですけど。なんか敵倒した時の効果音がガンヘッドみたいな音やし、この弾みたいな、これこんなんなかったよね。こんな弾取れな、こんな弾取るのなかったんですよ。あ、ラザロがなんか全然違うやつになってる。人の顔やのにね、ザラザロって。両方同時壊しはできないか、さすがに。おお、これ違うやん、またキャラ、ボスがちゃう敵や。しかもこれ音楽スーパースターソルジャーかなんかの曲や、ボスの曲になってる。これスーパースターソルジャーのね、ボスの曲やと思いますよ。ピース戦陣版の。違うか、ガンヘッドかな。ガンヘッドかスーパースターソルジャー、どっちかのボスの曲ですね。倒せました。斬新やな。また全然違うゲームになってるやん。あぶね。この弾みたいな、しかもこれは、この、やつはスターフォースのあれですよ。地上物の敵。スターフォースも混じってる。うお、往復ビンタ出てきた。横から急に出てくるあの敵、往復ビンタってよく言ってるんですけど、あれ高橋名人がね、往復ビンタって呼んでるから僕もね、そう呼んでるんですけど。うお、往復ビンタ。あれ急に来るからね、怖いんですよ。このガス、ガスガスっていう、こう敵で倒される音はね、ガンヘッドと同じ音ですよね。これコンパイルが関わってんのかな、もしかして。この制作、このゲームの。コンパイル製な感じがしますね。こんな弾もね、スターソルジャー出てこないですよ。これ多分ね、ガンヘッドのシステムですよね、あの弾は。ガンヘッドとスターフォースとスターソルジャーのシステムが混じってるんだよ、このゲーム。おお、びっくりした。この敵強い、めっちゃ強いからね。あ、ラザロ出てきた。これはラザロですね、普通にね。あ、もう2面でビッグスターブレンなんや。しかも音楽をね、スターソルジャーのボスの曲じゃないし、これも多分ガンヘッドかなんかの。テク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 っていう音じゃないんですよね。あ、この効果音完全にガンヘッドの音や。
でも弱いね。こっちのスティックスターブレーンは。うお、また出てきた。別のやつが。さらに強力なビッグスターブレインか。あ、この、ああ、やられた。この稲妻、一緒に、今、食らっても死ななかったから大丈夫なのかと思ったら、やっぱり死んだね。あ、これ、ボスでやられたらまた、違うとこから始まるよね、これね。進んでんのか、あ、しまった。進んでんのか、戻されてんのかわからんけど。これスターホースに出てきたな、この敵。確か。うわ、これ強えな、このハサミみたいな。しかも地上物、スターホースの地上物やったし、今。こいつね、何発か撃てば倒せる敵なんですよね、スターホースだったら。あら、タイムオーバー？タイムオーバーあんの？このゲーム。しかもこの曲、ヘクター87のタイトル画面の曲やし。それがタイムオーバーの曲になってんの。いや、面白かったですね、これ。新鮮でしたね。またちょっとまた今度またやりたいなっていう感じがします。はい。次ね、スターフォースやってみましょうか。